に刺さってるみたい。眠りの夜間もダメ。そうなんですよ。チキチキ再販が始まったと思います。もうめっちゃ眠たい。予約取ったよ、だって。ありがとう。24日の5部完売してるね、だって。嬉しい。24日の嬉しい、ありがとう。今日の24時、あれまでだったんかな、確か24時じゃない、間違えた、12時。そうそうそう、なんかね、眠たい、普通に。そうなんか、ぼーっとしちゃうんだよね、眠すぎて。ぼーっとしてたんだけどね。でもさ、見て、なんかさ、今日これ朝から前髪やってるんだけどさ、朝からにしたらめっちゃ前髪さ、綺麗じゃない？いい感じ。2日の握手会行って楽しかったです、だって。ありがとうございます、嬉しい。今日は、まあ今日ね、朝からレッスンがあって、昼過ぎまであって、で今多分メンバーがね、劇場公演をやってるんですよ。そうだから劇場メンバーがね、めっちゃ大変、かわいそう。でこのあと夜もレッスンがあって、一つだけそう振り入れがあって、それって感じ。明日もリハがあるから、明日、明後日、しあさってがリハかな。なので、やっぱいねー、一旦ね、時間がめっちゃ空くから帰ってきたんだけど、また行くんだけどね。そう、またね、帰ってきたんだけど、もう一回レッスン場にこの後夜行きます。そうそう、行ったり来たり、でももう行ったり来たりしかしなさすぎて、全然慣れちゃった。見てこれ、あの三宝石のさ、人たちからさ、もらったお尻ブリーンやつさ、入ってた、あのうちが開封した時にさ、見てくれてた人だったらわかると思うんだけど、このお尻プニ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 、これ今ね使ってるペン今あの使ってる、ちょうど前使ってたペンがインクがなくなってきちゃって、なんかそれはずっと舞台のやつに使ってたから、そうそう、でなんかいつもノートに、このノートにまとめてるの、立ち位置とか曲書いて、そうまとめてて、でそれをねまとめるのにこのペン使った。あぶね、見せよった、あぶね。そうやばい、今日振り入れした
この立ち位置かゆめ、この立ち位置をノートに書かないと。なんかカラコンインクが頭にひっついちゃってやばいんだけど。やばい、カラコンインクがさ、ピクス頭にひっついてる。どうしたもんかね。ねえ。これをまとめなきゃだね。これをまとめないとね。まとめるよ。今からこのショールームが終わって、なんか自分でさ書いてるんだけどさ、なんか変わったんかな、なんか違うぞ。これさ、お尻があるからお尻分すごい突っかえるね、このペン。これこれこう刺そうと思ったらさ、こうお尻分がさ、あのなんて言うんだっけ、こうなるね。面白い。いやだからこのノート いらんないの書いてる。でなんかこれ立ち位置しか書いてないと思ったけどさ、えほとんど立ち位置しか書いてないのよ。えやっぱ8月7のティフから始まってる。これ8の日とかサマステイとかなんちゃらコンリックアワーとかいっぱい書いてる。立ち位置これまとまっとるやから。これのもう一個前もあったんだよ。だけど結構ね破ってね、あの紙だけで持ってたりしてたりしてたから、そうここにないやつもいっぱいある。そうそうそう、立ち位置しか書いてない、セットリストしか書いてない。
あとなんか最後のオンラインお話し会の部数みたいなのも書いてる。なんだこれ。なんか一番最後のページ中国語書いてんだけど、多分中国語の勉強してた時にこのノートが近くにあってたまたま使ったんやろうな。わ、もう読めないわ。え、待って、え、これ私読んでて訳せてたんだな。え、待って、わかんない。ええー、わ、読めてて訳せてたんだ。うわ、全然わかんないわ。私これ今読めないし訳せない。やばい、怖いね。いや本当に使わないと忘れるってこのことだわ。うん、ねえ、いや、なんかショック。いや自分が悪いんだけどさ、なんか普通に、あ、やっぱ言葉って忘れるなって、心底今の瞬間で思った。そう、まあ日本語もね、私もね、全然日本語変ってよく言われるぐらい、まあ日本語もおかしいんだけど、日本語変って言われる、なおかつ私なまったるけん余計にね、標準語もまともに喋れんけんな、どっちかっていうと。そう、なまっとってさ、結構そのまんま生きとるけんさ、あのセリフとかは全然喋れるんですけど、普段の言葉として、じゃあもう1から100まで標準語ではあんまり喋らんな。喋ってたりもするんですけどね、結構仕事のスイッチとか入れたりとかするときとかはやっぱりあんまなまらないですねとかって言われることもね、しばしばあるんですよ。そう、まあだけどやっぱり普段何にも考えずに喋ったりとか、まああとはこう喋なまっても大丈夫って思う環境はのもちろんなまらせていただいてるんですけど、やっぱりなまってはいけない時とかってあるじゃないですか、どうしても。そう、なんかそういう時とかはなまらんように気をつけてはいたりとかしたりとかね、しますね。あれ？消えた。そうなの。なんかほんと眠くなってきちゃってさ、睡魔に耐えるのが結構さ必死だったりするんだよね今。この間のナレーションはいかがでした？何この間のナレーションって。なまりも個性、あ、わかる。でもなんかさ、ほんまにさ東京とかでさ活躍してる芸能人の人とかがさ、普段本当にさ普段も喋っとんが本当に標準語しか喋らんくて、お母さんの喋るときとか地元の人と喋るときだけなまっとったりとかさするの聞くとさ、キュンってするよね、思わん？なんかさ、ゆいのはさ普段からなまっとるけんさ、キュンもさないしさ、なんかさ別にさ、そのなまりに対してのさちょっとまあ希少価値薄いやん。いいけどさ、なんかその普段なまらん人がさ、なんかそのさ、なんて言ったんやろ、なまっとったりとかするとさ、なんかおーってさなるよな、素敵って。
最近聞いたよねの正解は私でした。あ、すごい、これえ、徳永さんかな、だってえ、レミちゃんだと思ったんだ。え、結構レミちゃんかな、レミちゃんかなみたいな、レミちゃんかなってめっちゃ書いてる。レミちゃんだと思われてたんだ、この後ろ姿。レミちゃんに見えるんかな、それとも黒髪だけそう思っただけだろうけど。そんなレドレしてきたんですよ。でも私ってわかんないよね、レミちゃん、レミちゃん説がすごい多くてびっくり。でもこの服を見たことある人からするとさ、ユリナってわかったかもね。わかんないかトップスは違うんだけどワンピースが一緒なのよ。前オンラインの時に着た服装と一緒で、そう、この中に着てるトップスはね、あのその時とは違うんだけど、このワンピース、サロペット、ベロワのサロペットはね一緒だからね。そうなの。これ何、3月5日の深夜1時半ってことは、3月5日の深夜1時半っていつ、今日じゃないのか。今日じゃなくて明日か。初めて慣れ取りしました。めっちゃ難しかった。大人の夜遊び。これでマジ分かった人すごい。私っぽいものが何もなかったから分かんないかなとか思ったんですけど、すごいですね。楽しみにしといてください。引用リツイートしといて。めっちゃ楽しかった。よし、じゃあちょっとね、15分経って晩ご飯を食べて私はレッスンに向かいたいと思うので、もうちょっとしたらね行くので、ご飯食べてレッスン場に向かいたいと思います。なのでこの辺で終了にしたいと思います。じゃあランキング読んじゃいます。13位朝日さん、12位ナッティさん、11位シュガーさん、10位ニューネームさん、9位シンドさん、8位サーモスさん、7位マサトさん、6位カズさん、5位チカイシーさん、4位オカヤンさん、3位アキヒコさん、2位ワイモツさん、そして今日の第1位はニケオさんです。皆様決済のお忘れなきのなきようだった。あ、ニケオさんありがとうございます。そう、決済お忘れなきよう。いやマジでね、結構忘れてる人結構忘れてるんよ。あのね、そうなんですよ、あの本当になんか残りわずかになってたのが、なんか多分決済忘れたんか分からんけど、残りわずかだったのが次の時見たら残りわずかまであともう少しになってたんですよ。んってなったの、誰か忘れたなと思って皆さん気をつけてくださいね。ぜひ少しでも気になった方はね、ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいなって思います。はい、じゃあそんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のねショールームでお会いしましょう。というわけでまた明日、バイバーイ。あ、明日私一日レッスンなんですよ。まあみんななんですけど、レッスンとリハとあるので、明日は帰ってきてからやるので、あの多分時間は今日より全然遅いっていうか、今日全然まだレッスンしてるんで、明日夜帰ってきたらやるっていう感じなので、ちょっと何時に帰ってこれるかは分からないので、まあちょっと帰ってきたら次第にやるみたいな感じになると思います。はい、なんでよろしくお願いします。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また
明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。